さあ、ラサナちゃん。はい、こんにちは。なんか僕の位置がいつもと違うんですけど。あれ今日オーナーさんが。なんか俺の位置、誰かあるのかな、すかした。すかした顔して。ダンディというか、クールというか。無言緊張したんですかね。誰なんでしょう誰なんでしょう。はい。聞いてました今。聞いてました。誰なんでしょう。どちら様でしょうか。どちら様でしょう。文化社っていう会社の人間でございます。はい、雑誌ですか。雑誌です。はい。ショープロさんとはですね、軽トラカスタムマガジンっていうところでからお付き合いがございまして、はいはいはい、今度そこからどうでしたっけ。そうでした。そうなんですよ。最高のクールな車を作られる。クールな車を、はい、毎回撮らせていただきます。はい。でその取材する方を取材してるという。逆取材ですね。なんかの形でそういうことになりました。で今日、告知がちょっとありまして、はい、一応ショープロさんが今回また雑誌に載るということで、はい、でなんか そこに便乗して P も載るということで、はい、乗るんですか。乗るんですか。便乗して、はい、無理やりこうこうやって寄せてもらってこう割り込んじゃったんで、バッチリバッチリ乗してくれるでしょう。バッチリ、はい、5ページぐらい。5ページと表紙の。5ページ足らんでしょ。足らんすか。10ページと表紙のお願いします。それ、そうやね。あと裏表紙も。これが…これ書かれるんじゃない。これ、ちょっと分かんないですね。はい。すぐこれですもんね。ないですね、もう。いやいやですね、これ。ここに行かんと、ここで。こっちか。はい、ここで。ハートです。はい。では、冗談としては、はい、一応、本の内容を紹介してもらってもいいですか。はい。今回は、軽ワゴン、あと軽バン。この辺を中心に、はい、ご紹介する、はい、軽箱カスタムマガジンという本を今制作しています。はいはいはい、専用の本ですね。専用です。軽トラとこういう軽バンですね。だけ、まあ言うたらこれやね。これの持って軽トラカスタムマガジン。はい、いわゆるこの軽トラ。はいはい。これ4年前。そうですね、4年前、ね。まあこういうものが、はい、これがアポロさん、アポロ出版文化社さんが初めて軽トラを取り上げてムック本を作った先駆けの、はいはいはい、出版社さん。はいはい、褒めすぎかな。ありがとうございます。これ買って世界初って書いてある世界初軽トラは日本でしか売ってないんで、これが5冊目の、はいはいはい、これの箱版が、はい、1月の31日に発売されることです、ね。はい、4月31日に今月末やね、はい、そうですね、今月末ということ。これいつの放映なんですか。これはそれまでに出ます。それまでに、はい、はい、で4月末です。各書店コンビニですか。コンビニは一部コンビニに入ります。一部コンビニ、はいはい、まあ、でも各書店にはあるんですよね。そう、各書店では必ず置いております。あとアマゾン、アマゾン、そうですね。アマゾン、はい、ネットはアマゾンだけですか。あと電子配信も同時に行います。電子配信もできるんですか、はい、じゃあ一連の URL はこの概要欄に書いておけばいいですね。そうですね。あ、これ出とんですか、まあ、はい、下の説明欄に書いておけば、これ出ないと、あ、そう、やりよって説明欄の方に購入先とかの、まあ、はい、いろいろ詳細書いておくので、はい、で P も出てるんでぜひ買ってください、はいはい、でちなみにお値段は、同じ880円。880円、安い。ブック本で1000円切ってますよ。切ってます。で178ページ、厚さはこれと同じ。あ、ページ数はこんなにページあるんですか。はい、これ何ページなの。176ページで、はい、70ページ僕です。70ページ、はい、そうです。で880円、ね、はい、はい、そんな感じで皆さん、僕もショープロさんも出てるんで、よかったら、はい、よろしくお願いします。 P のアトレが載ってるんで、はい、新しくなったアトレが載ってるんで、はいはいはい、告知タイムこれで OK ですか。はい、これ宣伝料5万円かかるんですね。これだけで5万円ですね。はい、それプラス10ページで会社宛に請求書をいただければ。じゃあこんな感じで、はい、皆さんぜひ買ってください。よろしくお願いします。じゃあ続きやっていきましょう。佐藤さん、こんにちは。こんにちは。あれ佐藤さん、若くなりましたね。そうだね、今日は社長に代わってあれ僕が、あれ、自己紹介お願いします。ケンケンです。ケンケン君、よろしくお願いします。ショープロさんの社長さんの右手です。射程です。射程です、はい、足です。足です。はい、ケンケン君、はい、初めてだね。そうですね、ケンケン君ってやるの。アンデルーンは初めてですね。初めて、喋れるちょっと厳しいですねケンケン君、はい、車の紹介をお願いします。はい、カーゴですね。カーゴで、まあ、エアははい、おさびさんの一緒 一緒のモデルで、ノベルシリーズ、ノベルシリーズプレミアム、はい、で、そうですね、まあこれガスなんで、ガス車、え、ガス車、ガス車、ガス車らしいです、これで、車用車、車用車で
まあ営業行ったりケンケン君それ社長さんなんだったらなんていうか知ってる？ケンケンやケンやんこれエアロゲルコートでも使えるって言わなかんやんって言われるよ。絶対言われます。来らへんからちょっとまあそこを言わなかんね。ちょっとはい、そうなんですよ。これ実は黒じゃないんです。黒ゲルコート、はい、このまま発送できるんで塗料じゃないですよね。そうですね、塗料じゃなくてこれは単純に肩取ったままままで、この仕上がりどうでしょう？まあ普通につけれるんで綺麗に。あってからまあ色変えたり、一応これあの作用者としてあのそう、ね、そう塗装なくてもこうやってつけたらこんな風になりますよっていうイメージで、うん、こっちの方がはっきりして確かに分かりやすいんで、だからグーとかにも載せてるんで、あそれはそれで問い合わせが多いんですけど、これはこういうもう仕様だもんね。もうこの仕様でどうどう結構出来いいね。やっぱりこれやっぱ違うね。黒ゲルでも全然ありかなと僕は思ったんですね。つけてから見たら今回これをやりたかったのは要はこのね、俺のも塗装入れちゃったじゃん、ね、デモカも塗装が入ってるからどうしても分かんないところがね、うん、エアロの強弱があって、これがエアロや、お客さんからしたら多分全部一緒に、あラインが全部揃ってるんで、こことここがついてますよっていう、分かんない部分が多いけど、これやったらあこれがエアロのラインなんや、うん、これが車体から来てるこのラインでつながってるんやなっていうのが分かりやすいから、これはこれでまあエアロのデモカー兼車用車って感じ、あーなるほど、横も全部そうだね、黒ゲル仕様、黒ゲルで、でまあ、うんうん、ちょっと目立ちのデカール、うんうん、これでもさ、やっぱり横に今これラインが貼ってあるから、ね、ちょっとかっこいいなと思う、やっぱりなかったらちょっとなんか寂しいね。寂しいんで9個、うん、なんかあの会社とかの社用車でそれこそ本当にこういうあロゴ、うん、なんか横に宣伝ラッピングしてこうなると似合うんじゃないかなって思うんですね。うん、これでガラス、これ何がついてるの？これガラスめっちゃ綺麗、コートテクトですね。あ、今流行りの車検も通ります、車検も通る綺麗なやつ。前から見てて映るか分かんないですけど、結構反射が反射すごいね、すごい。まあドレスアップ、ガラス割れたりして、うん、ね、あついでにね、うん、交換とかガラス買いにやったらなんかこうやって、あこれここで取り扱いしてくれてもちろんできます。あじゃあガラス割れたんでこのガラスでやってくださいって言ったら1日で注文してから待ってます。なんか飛びしくらってるんだから変えたいなとかしてたらこのガラス、うん、なんだっけ、コートテクト、コートテクト、はい、コートテクトでガラス、これってなんか熱くないんだよね確か。熱くない、ね、熱紫外線とか通さないんだよね、通さない、通しにくいのか、運転がしやすいですね。もうよく中から見ても全然、うん、普通だもんね。そうやね。今流行るなんだっけあのフィルム、フィルムあるじゃん。カーフィルム。なんかなんだっけ名前忘れて忘れした。なんだっけソーラーインパクトじゃなくて、あソーラーインパクトか。ソーラーインパクトガラスじゃない。違うじゃなくてあの今流行るやつあるじゃんあれ。どれですか。あの名前忘れた。今どう忘れした。スパッタじゃない、ウルトラビジョン。あウルトラビジョンとちょうど違うんだよね。ちょっと違う。そうウルトラビジョンだと中からちょっと黄色くなったりするから、これも中からは、そう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 、だからこれよかったら、まあ、ちょっとお高いですけど、あれケンケン君これ、はい、どっかの誰かさんのさやつと違って本物のマイスターが入ってる。本物のマイスターですよこれは。なんかおったね、なんかあのさ、偽物のなんかつけてる人おったね。似てるけど違う。なんかいたよねそういう人。いましたね。まあ綺麗に洗ったんですけど。ケンケン君なんか言いたいことある？あえて言わない。あえて言わない。あえて言わない。それは見てもらって。マイスターに、ターこの感じから合うね。マイスターにこの黒のラッピングしてやって、そうもちろん足回りは射程です。射程意外といいんですよ皆さん、つけてください。いいですね。いい。ほんまにオイルとかも8本乗せたりしてここ運んでくるんですけど、でもさ、俺の車耐えれなかったよ。機材が多すぎて。めっちゃ怒られた。いや、ね、コキ使いすぎると、そうやね。そう、ダメだから。倒れてまうの。許容範囲内で使ってくださいってことだね。ある程度の。そう。はい。ちょっとガス車ってことで、ケンケンケン、ちょっと後ろ見ようかな。後ろです。じゃあ後ろお願いします。さあ。はい。靴直した。ごめんね。ああ、これ。靴を、あ、ナンバーいいっすか？あ、いいよいいよ。ナンバーいいっすか？え、つけてく？すぐピッてつけれるんだったら。あ、じゃあ、そう。いいか。じゃあ。はい、ケンケン君後ろ後ろ、これも何も塗装入ってません。そう、これもここも塗装入ってません。これも黒ゲルです。黒ゲルのままです。はい、このまま使えちゃうっていうところ ね、 そうですね。黒ゲルのいいところ、いいなこれ。開けたら塗装、うん、やっぱ普通の配線とかの色つけると全然ねイメージ変わる ね。なんかエアロも若干低くない、ここ下これも若干 ね下の方につけてるんで、そもそもってここだもんね配線。そうですね、ここからプラスこのぐらいマシマシ、まあ、マシマシで、いや後ろから見てやっぱこっちの方が迫力あるな。ひょっこりはん、なんかひょっこりはんとか言ってるよケンケン君。出てきてよ社長さん。え、誰が来たんすか。社長さん来たよ。ほんますか。しかも今マイク落としたね、ケンケン君。ケンケン君落としたね。
電極も落としたね、これ。びっくりしましたわ。マイク取れましたよ。ピンついてますよ。もうもっと英語ここに。おさび。あかんやん、浮気したら。え、だってチャドさんいなかったっすチャドさんいない、僕も早く撮影、ね、早く撮影やりたかったんで、はい、なかなかうまく喋っとったね。なかなか喋ってましたね、はいはい、チャドさんだから進行しようと思っていや、チャドさんさっき見てたんですけど、やっぱり、はい、黒ゲルでも普通に使えるっていう。そうやね、意外と綺麗でね。そうなんですよ、遠くから見てても分かんないし、こうやって見てもなんか知らんけど艶があるという艶があるから、ね、なんか分かんないけど艶がなぜか艶があるという。まさにパンダ仕様や。パンダ仕様。このしかも横のこれステッカーとめっちゃ、ね、はい、合ってません。ステッカーも社用車なんで、うん、僕思ったんですけど、この白、はい、だいたいカーゴ白多くないですか。白多いし、なんでこれにこのエアローつけて社用車のこのなんですか、この横にラッピングして、なんですか、その宣伝か使ってもいいんじゃないかな。車屋さんなんかいいんじゃないですか。そうやね、こういうのこういうカッティングもうちもできるんで。そうですよね、はい、なんでこれやりつつこれをつけると見栄えが、はい、こういうスタイルですよね。スタイルがあるんで、はい、何でもできるっていう。塗装台浮くしね。落とすよね、塗装台がかからないですもんね。借り合わせが合うときやればうん、ね、この感じも逆に違う色のこのこれもありですね。そうやね、派手にもっとするのもありやるし、どういう風にみたいにバイナル風にやっても入れるもいいと思うし、ちょっとついてると違うなっていう感じが、はい、なんかメーカーさんっぽいですね、こうやってつけてると。あ、マスカメーカーさんっぽいですね。これ歌は分かってほしいね、この黒ゲルでも物がええよっていうのも。そうそう、なんか確かに出来いいですね、すごい作り。これもなんかやっぱこだわってるんですか。やっぱりその下請けさんで、あ、昔あのこういうウィングって下から見るとこうなってますよね。波打ってますね、はい、あれなんですか、あれ薄いんですかね。の肩のあれが悪いんです。肩が悪いんですか。磨きが悪いんやろね。結構磨いてるんで、これだけツヤ出る。そういうのが全然ないんで、すごいいいなと思って。皆さん、ものはいいんで、はい、じゃあちょっとこれガス車ということで、はい、あ、ガス車なんでね。ガス車僕乗ったことないんですでも200キロしか走れへんけどね。200キロしか走れないんですか。200キロしか走れないんですよ。満タンが19、19リッターっていうか何ていうか分かんないですけど、ガスの19って入って、で200で満タンでいくらなんですか。1000ちょっと。それで走れるんですか。全然走らないですけど、ね、走る重いですかやっぱ。いやでも経済的ですね。でしかも姫路に1軒しかガス車がないやばいです。辛いですね、ここ田舎なんでね。やばいですね、はい、じゃあちょっとガス車体感させてください。乗ります。これ乗りたいです。あ、乗ってください。お願いします。じゃあシンプレッションしていきましょう。はい、はい、お願いします。はい、佐藤さん、さあ、これガスですよね。ガスです。カーゴのガスで、足回りは射程。え、でも普通のエンジンなんですよ。いや、エンジンはエンジン、普通のエンジンですよ。で、燃料がガスだけであって、音は変わらないですね。音変わらないです。へー、どんな感じなんですか。ガス車を僕初めて、はい、オーライです。これじゃあ行きましょう。はい、走るでしょなんかトルクないですね、なんか、はい、で、ちなみにタイヤは、15インチで4本。ああ、確かになんか変な感じする。なんでしょう、この何とも言えない感じ。これも減衰一番肩しとんね。そう、車高調ついてるのがなんか分かんなくなってきました。むしろもうこれが普通になってきちゃって、もう分かんなくなってきましたね。この乗り味が普通みたいな。やっぱノーマルとの差は歴然やね、これ。そうですね、だからここの好き嫌いやろね。やっぱりノーマルばっかり乗っとる人はこのコツコツ感が嫌や言うてやろし。そうなんですね。でもそういう高速とかやったらやっぱり変えとかんと。そうなんですよ。こっちのが絶対的にロールしないんで、やっぱりしないですね。ハイゼットガットレってエブリと違ってスタビがついてないじゃないですか。あ、そうやね、ついてないね。なんでその分どうしてもフラフラしがちかなってなんですか。重たいね。重いっすね、なんかなんだろう、よいしょいう感じでしょ。これガスだからですか。もう還暦声やね、これ。ガスはクーラーも冷えへんし、トルクがありませんね。しかも減るの早くないですか、なんかメモリが。焦るかも。今 6.9 しか入ってないですよ。さっき7、満タンで19やからあ、そうなんですか。200キロぐらいってことですか。200キロぐらいなんで、ほんま勝負。あ、やばい、ちょっと40キロからトルク不足が違う。やっぱちゃうね。あ、こうはなるけど、決まるけど、この揺れが感じひんね。そうですね。どうですか。あ、沈みがやっぱ少ないんで、
みんな当たってます。あ、そうだ、僕もなってました、これ。当たるんですが、この道場、フェンダーのところはね、どうしても。これ僕のタイヤ引っ張る前に、キャッ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 って言って。車長さん、やっぱあった方がいいですか？断然、あった方がいいですか、車庫長は。うん？車庫長あった方がいいですか？車庫長？はい。ありの方が好きですか？いや、僕、それノーマルよりかは、あした変えとかんと。絶対そうやね。でもこれ後ろ結構柔らかいバネなんで変えてもまたまた3キロのままなんで、前5キロの後ろ3キロの150なんで、だから意外とその乗り心地悪くなるのかなと思ったんですけど、8キロ、はい、8キロ、僕は今8キロです、キロ荷物積むんで、変な話荷物乗せる人なんか組み合わせでなんか変えてもらってもいいかもしれないですね、ショコロさんが新しくバネを作ってもらった、ね、作りたいね、それ用になんかやっぱそのノーマルでもやっぱり荷物いっぱい積むとよくこうケツ下がってるじゃないですか、ね、はいはい、で純正車庫でも対応するなんかちょっと硬いバネなんか作ったら売れそうじゃないですか、そうやね、欲しい人いると思うし絶対バネレート変えれる人もいいかも分からへんね、まあ1個の選択肢ですよね、はい、でも普通乗ってるだったら別に支障ないですからね、そんなに、うん、いやこれもこれでよかったな、お疲れ様です、はい、車庫長もう 6.8 ですよ、早いね、いやー、やっぱこっちですね、車庫長ですね、車庫長、僕も車庫長です、ここ来てから車庫長ばっかり乗ってるんで、もうこれが当たり前になっちゃってこの感じが逆に感覚が分からないんですけど、これが普通みたいな、だから今アトレとか乗ってる人にぜひこの車庫長のついたものを体感してほしいなと思って、そうやね、そしたら、あ、絶対分かるんで、あ、ロールが少ないとか感じ方が違うと思う、もしなんかお客さん来てその時あれば体感してもらえるじゃないですか、乗ってもらえるんで、で気に入ってもらったらつけてもらってもいいと思うし、なんで皆さんちょっと気になる方いたら、そうですね、ぜひ体感しに来てください、で買ってください、はい、まあ買ってくれると嬉しいですね、最終的にはまあね、商品なんでやっぱりいいものなんで、はい、はい、まあこんだけ押してる理由が分かるんで、愛用してるんで自分も、はい、こんな感じで、はい、皆さんじゃあ次回お楽しみに、あ、これあれ次回ですね、次回ですね、次回ね、はい、はい、では皆さん、はい、さようなら、I killed down no one to free for champions, I can't believe you're trying. Wait a minute!